皆さんおはようございます。今日は7月10日今朝の5時43分です。いつもよりね1時間ほどね遅いんですけれど、すいません寝坊しましたさせん、いや起きてたんですけれど、もう2時半くらいには目覚めてたかな。でもね体がね起きようとしないんですね。で4時頃にも目が覚めたんですけれど、体はいやダメだもっと寝ろよって。でこういう時ね私はねあまり抵抗しないんですね。まあ仕事がある時はね無理やり起きるんですけれど、まあここのところね一昨日の夜はね夜中の2時までこの辺ここにいましたしね、半の塾この椅子でね焚き火が終わってこの椅子で2時間くらいうとうと寝て、で昨日の昼間はねちょっとここでやはり炎天下撮影したりしてましたんで、割と体はね疲れてたんだと思うんですね。だから寝ろよっていうふうに言ってたんじゃないかと思うんですよね。言い訳に聞こえてしまうかもしれませんけどね、言い訳ですでさっきまでね、あ今雲で隠れちゃいましたね。そこにね富士山がね上の方だけ見えてました。だから今朝は皆さんに富士山でもと思ったんですけれど、ちょっとそれも叶わない夢になってしまいましたね、申し訳ありません。でもまたね富士山は見れますし、夕日も、夕日じゃないや朝日もねまた登りますから大丈夫それでね、今朝ねお話しようと思ったのはね、俺たちの旅っていう、まあこれドラマなのかな、まあ我々世代の人間は、まあ、50代後半もしくは50代60代の方はよくご存知だと思うんですけれど、昔ね中村雅俊が主演してたドラマ、テレビドラマなんですけどね、ハンマーはね確か中学生か高校生の時にやってたと思うんですよね。で実はハンマーはねこのドラマにものすごい影響を受けまして、まあ青春時代割とこのドラマをお手本にして人生を歩んできたかもしれません。過去にもね何度かお話したことあるんですけれど、いろいろ人生の転機とか、まあ、普段でもそうなんですけれど、物事を判断するときにこの俺たちの旅の主人公たちの生き様っていうんですかね、それをね参考にしたと思います。まあ真似したっていうか、まあそしたらこんな風になっちゃったんですけどねだからまあ人によって見方はいろいろあると思う。ハーマー自身は別に後悔とか全くしてないですから、まあ何とも思ってないんですけど、人によっちゃはね、まあ還暦間近で無一文、借金抱えてね天涯孤独で、住む家さえまあアパート住まい、もちろん貯蓄はないですしね、何の生活の保障もないし、子供もいないし、で普通だったらねもう一般企業だと55歳くらいで一回早期退職してね、で再就職して第二の人生なんですかね。でハンマーは、第二もクソもないですよね、第一の人生につまずいてますから、いい年でお前何やってんのって言われてもしょうがないと思うんですよね。でもこの間もある方と話してて、羨ましいなとか言って言われることもたまにあるんですよね。
ハーマー自身も言うんですけど、羨ましいですかってこの年でね、なんか借金抱えてね、仕事も季節労働ですよ、大根抜き、冬場の大根抜きとキャベツ運び、定職もなくアルバイト、もう生活も大変なんですよね。まあ、家族は猫6匹ですけど、こんなんやりたいですかって言ったら、いやーで、そこでやっぱさすがに黙りますけどね、私がそういうふうに言うと借金抱えてって言うと、いやでもいいなっていうふうに言われることはたまにあります。まあおそらくそれはね、逆に持つものが増えると、まあ、失うものも多いですからね、やはり縛られてしまいますよね。ハーマー持つものがないから失うものもないので、縛られることは少ないかもしれませんね。まあ、決してそんなことはないんですよね。やはり季節労働のアルバイトでも無責任なことはできませんから、遅刻をしないでちゃんと与えられた仕事はこなすっていうことはやらなきゃいけませんよね。それに対していただく対価は、ひょっとしたらこの年の人間にしちゃ年功序列の賃金から言えば少ないと思いますね。決して多いとは言えないです。年収100万いくかいかないかですからね。その仕事をやってね、よく食べてると思いますけどね、生きてると思いますけどね。ただここでこうやってね、波の音をバックに撮影していると、その生き方は人によっては羨ましいものに映るのかもしれませんね。私自身は人に恨まれると羨まれるじゃえらい違いですけどね、まあ、恨まれてるのかもしれませんけど、羨まれるような生き方だとは思ってないですけれど、ただ自分自身ですねには何の後悔もないんですね。だって自分自身の人生ですからね。私の人生の旅です。まあ俺たち、まあ、天涯孤独で独り身なんで俺の旅かもしれませんけれど、俺の旅自身は私自身がチョイスして、私自身の足で歩いてきました。それで決してね、今のこの状態で誰かを妬んだりもないですし、誰かを恨んだりもないし、まあ後悔、まあたまにすることもありますけれどね、昨日も今日も一昨日も、一昨日の夜中っていうか昨日の朝2時頃、ここで私はビール飲んで焚き火しながら寝ちゃってましたよね。寝落ちしてましたよね。まああまりいないでしょうね、この年で一人でここで波打ち際でね、焚き火しながら YouTube でライブしながら寝ちゃう、この60近い親父っていうのはあまりたくさんはいないと思うんですよね。日本で数えたら何人かしかいないかもしれませんね。まあ、これが俺の旅です。皆さんはどう思われるでしょうかね。まあもし、こんな旅が面白いなと、共感できるなと思ったら、グッドボタンいただけると、ハーマは YouTube 活動、そして人生の励みになります。まあ決してね、真似しろとは言えないし、もちろん言うつもりはありませんけれど、さあどうでしょうかね。今日は、火曜日ですか、お仕事の方、そしてお休みの方もおられると思いますけれど、今日も元気にいってらっしゃい。それでは皆さん、良い一日を。